当たり前の。どうも、こんにちは、弁当です。今日は進路選択選びということで、進路選択選び？なんか被ってますね。ごめんなさい。進路選択について、説明していきたいと思います。で、結構悩んでる人が DM とかで相談をしてくれるんですけども、実際僕の感覚的に、生徒さん結構いろいろ考えた中で、自分の中で実は答えを持ってる人が多いなっていう印象でした。で、自分の中で答えを持ってるっていう風なのは、例えば何でもいいんですよ。僕だったら、その心理学専攻なんですけど、心理学と、じゃあ、医学部これで迷ってますっていう人で、なんか自分なりにこう答えは出てるんだけど、どっちがいいのかなっていうのを考えてる人がいたんですよね。で、片方は目的思考型、片方は問題回避型っていう感じでみんなね悩んでるんですよ。例えば僕だったら心理学っていう風なのは、やっぱ就職にも不利だし、文系だし、頭悪いっていうイメージがありますし、それこそね、病むとか心病んじゃいますよみたいな、そういう偏見もありましたし、けどやっぱ心理学っていう風なものは僕にとって一番面白い学問だっていう、そこの矛盾があったんですよね。この4つのデメリットっていうのは、ね、やっぱ社会的に見て周りから見た自分ってどう思われるんだろうっていうことでやっぱ動いてましたし、で、じゃあ逆に心理学が好きっていうこの内発的なやる気っていうのはどこから来たのかって、それは僕の本心ですよね。もし多分、例えばこの世界に僕以外の友達、僕以外の親とか、要するに身近な人が一人もいなかった場合、比較する相手が誰もいなければ絶対僕心理学選んでるんですよ、最初から。で、逆に医学部ですよね。医学部っていうのは、まあ、僕がもともとこう投資してきたお金と投資に僕は通っていまして、で、すごいお金がするんですよ、やっぱ投資って映像授業でね。サンクコストっていう考えね、皆さん知ってますかね。サンクコスト、沈んだコスト、まあ、埋没費用っていうふうにも言うんですけど、確かこれ、経済学の用語ですね。経済学の用語で、埋没費用って言うんですよ。で、これ何かっていうと、投資したお金に対してすっごいもったいないって感じちゃうことです。簡単に言うと。だから例えば僕だったらすっごいお金を投資してますよね。だから、そこんじょそこらのね、しょうもない学歴の大学には入れないと。で、かつ僕は理系の講座をいっぱい取ってきて、科学と物理と数学をもう極めてきたわけですよ。それなのになんかこの倫理とか生物とかそういうのに絡んでくる心理学部を志望するっていうこと自体が僕の中での矛盾だったわけですね。で、そうするとやっぱ物理とか科学をがっつりやった先にあるものっていうのは僕の中で医学部だと。で、学歴もあると。で、しかもなんかそう考えちゃうといろんな後付けの理由が入ってくるんですよ。例えば僕だったら一番自分の家に近い国立でかつ学歴も高いってもう全ての条件をクリアしてるじゃんっていうふうに僕は思っちゃうんですけれども、最終的に僕が考えてたのは外からの見られ方、社会的な見られ方、期待に応えたいとか、要するに自分という人間ではなくて客がってわかるんですよ。なんか客観的に見た自分っていうのをすごいなんか意識してたんですよ。要するに楽しさとかじゃなくて自分のどうあるべきかみたいな、 do より be だったんですよね。B をすごい意識しすぎちゃったんですね。僕は Do を意識するべきだと思います。何をしたいか、何を学びたいか、どういう学生生活を営みたいかってことで大学選びをした方がいいと思うんですけど、僕はすごい B に注目しちゃってたわけですね。で、まあ、皆さん自身そのどっちかで迷ってるんだと思うんですよ。問題回避型っていうのは他人からどう見られるか、他人からどう評価されると怖いのか、まあ恐れというかサンクコスト、埋没費用っていう考え方で今まで投資してきたお金とか今の自分の所属している高校っていう風なので、せっかくこの高校に合格したんだったらその高校の平均以上は行きたいみたいな、そういうやっぱ信念があると思うんですよ。で、そういう意味での問題回避型 B っていう考え方ですね。で、逆に自分が本当にやりたいこと、それは自動車の整備かもしれないし、調理かもしれない。ね、絵を描くことかもしれない。音楽やることかもしれない。それが、でも、自分らの行きたい、高い学歴っていうところにマッチしないから、じゃあ別の代替案で考えようっていうので、目的思考型の方を排除してしまってる。要するに、学歴重視か自分のやりたいこと重視かっていうのはすごい迷ってる人がいると思うんですね。で、結論としては、自分のやりたいことを、優先した方がいいと思うんですよ。ただそれって妥協じゃないですか。じゃあ妥協じゃなくて、これとこれの掛け算でもっといい自分の志望校ってないのかなってことを探してみてください。というのは妥協じゃなくて、こことここでなんかうまいことシナジーを作り出して10と10を足して20とか、なんか10と10の中間取った結果8になるとかね、それはもったいないと思うんですよ。人生1回きりなんでね。だから10と10をかけて100になるような選択肢を自分の中で見つけ出してほしいんです。で、そのためにはなんか自分の根源にある何が自分をワクワクさせるのか、何が自分を楽しませてくれるのかってことを考えてほしいんです。そこで一つ提案なんですけれども、各々、例えばね、2つの選択肢で迷ってるとしましょう。そうすると例えば僕だったら医学部なんで、
医学部に行ってどういうことを成し遂げたいのかってことを考えてみます。医学部に行きたいのはなんでですか？ね、こうこうこうだからです。じゃあこれはなんでですか？じゃあこうこうこうだから。じゃあ今二つ目の理由を言ったんですけど、これはなんでですかってなぜなぜ質問、これソクラテス式問答法って言うんですけど、何回も何回もなぜなぜ質問を繰り返してください。でこっちもそう、心理学部っていうふうなものに対してなぜなぜ質問を繰り返してみてください。そしたら自分が本当にやりたいこと、根源的にやりたいことっていうのが見つかるはずです。でさらに、じゃあ医学部でどういう勉強をするんだろう、精神医学なのか内分泌学なのか、そういうどんな勉強をするのかってことを自分なりに リサーチして、シラバスっていうのがあるんですけど、シラバスを見て、で PDF とか見てみてください。各大学が出して PDF 見たり、その YouTube 上に転がってる大学の講義を見たりですね、どういう風な勉強をするのかってことを自分なりにちょっとリサーチしてください。でその勉強内容にすごいワクワクするんだったら、そっち行けばいいと思うんですよ。じゃあ逆にこっちを見た時にワクワクするかですね。でどっちかがワクワクしないんだったら、その不安な方はさっぴいた方がいいと思うんですよ。というので、例えばじゃあこっちだったらね、あれそんなに面白くねえぞって言うならこっちさっぴいた方がいいんですよ。両方とも不安になったんだったら、もう一回さらにして最初から考え直したらいいと思います。という感じで、僕なんかは本当に共通テストが、センターでしたね、センター試験が終わった後にすっごいもう月焼き場のように考えたんですけども、それだとねちょっとやっぱ足元おぼつかなくなってしまうので、そうじゃなくて今のうちに1時間2時間ぐらい時間を取って考えてもらうといいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、またなんか何かありましたら、そのなぜなぜ質問でこの自分の根源を知ると、自分のやりたいこと、ワクワクすることっていうのを知っていくっていうので、もしなんかあったらコメント欄とか DM とかで相談受け付けてますので、よければおいでなさってください。じゃあ終わりましょう。